手がかり見つかった？おお、若のことを知る者を見つけたと。それはお手柄でござるな。シリナ殿、ご協力に感謝する。ヒエン様の居場所をぜひ教えていただきたい。あ、いえ、そんな、私こそ買い物を手伝っていただいて。ああ、てめえ後から来たくせに何様のつもりだ。ほうほう、我らが何様かわからないと、この草原中の民がとっくに知っていると思っていたが、敵に突っ込むことしか考えぬお前らには難しかったか。侮辱か、こら、侮辱だな。ていうか、そういう話をしてんじゃねえ。オタクの族長と同じで頭が飛んで上がるのか。ただの喧嘩にしては因縁が深いみたいだね。あの様子からすると、おそらくこのアジムステップ南東部の二大勢力、オロニル族とトタール族の人ですね。オロニル族は現在のここ一帯の覇者。彼らは独自の神話を持っていて、自分たちを神の子孫と位置づけています。威厳に恥じない戦いぶりで、ここ最近は上昇軍。そのせいか、その偉そうな人がちょっと多いです。一方のドタール族も相当な強者の集まりです。とても勇猛に戦い、幾度も覇権を勝ち得てきましたが、近年はオロニル族に押され気味で。仲裁が入ったみたいですね。今来たのはこの市場を主催するケスティル族の人。市場で喧嘩はご法度なので、サバ軍だったら出入りを禁じるって言いたかったんだと思います。彼らは言葉こそ嘘の温床と考えるので、とても無口なんです。なるほど、いろんな主義主張の部族がこの草原で共存してるんだね。ったく、この借りは合戦で返してやる。今回こそ首を洗って待ってる。こちらこそ、嫌というほどお前らの首を飼って並べてやろう。その日を楽しみにしているぞ。何やら物騒な話をしていたな。今の合戦というのは？私たちの戦いにも最低限の決まりはあるんです。まずアジムステップの各地方ごとに戦の季節という期間が定められています。その期間は上下関係を一旦白紙にし、自由に戦の準備を整えることができる。その最終日に終節の合戦と呼ばれる総力戦があり、そこで勝利した部族が次の戦の季節まで一帯の所有者となるのです。この地方はちょうど今戦の季節の最中なんですよ。ほう、そのような取り決めがあったとは私も初耳だ。合戦には参加しない部族もあります。勢力を広げる気がない者や、位置を持つケスティル族のように中立を保てる理由があるものです。私のモル族は弱小中の弱小。
合戦には参加せず、草原の片隅でひっそり暮らすのが常だったのですが、今回は。そんなことより、ヒエンさんの行方でしたよね。心当たりがありますので、お話しします。